ねえ、約束だよ、かけがえのないステージも。皆さんこんばんは。アイドリープライド川崎桜井空間の舞です。白石千佐役高岡のんです。はい、この番組はメディアミックスプロジェクトアイドリープライドを様々な角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。はい、はい、ここでお知らせです。おととい5月28日テレビアニメアイドリープライドブルーレイ &DVD 第2巻が発売になりました。やったー、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、第2巻はですね、裏ジャケットにすずちゃんとしずくちゃん、そして表ジャケットにさきちゃんとちさちゃんがデザインされています。はい、嬉しい、ね、本当に可愛い。私も見た。私としてはちさちゃんが紫色のベレー帽をね、かぶっていて、ね、私も結構私生活でベレー帽をかぶること多いから、めっちゃベレー帽のかぶってるもんね。そう、すごいなんか共通で嬉しくて嬉しい。ねえ、前はどうだった、しずくちゃんとかも。そうだよ、可愛かったけど、可愛かった。で、なんかさ、しずくちゃんとすずちゃんはさ、ちょっと低身長気味だから、うん、なんかそこをね、可愛いものクラブ、ちっちゃいものクラブみたいな感じで、ちっちゃいものクラブ、ね、愛しいって感じでした。はい、うん。そしてこちらはですね、収録話数は5話から8話、はい、スペシャルブックレット、書き下ろし4コマ漫画、スケジュールシール、イラストブックなど、今回もね、特典が盛りだくさんでございます。森たくさんすぎて森になりそう。5点。あれ意外と100点満点かな。そうだよ。はい、ということで点数をつけてもらったところで、はい、今日はね、今日プロローグトークがありまして、そうだ、今回はね、マイマイお願いしたいと思いますけど、はい、なんか今週1週間で、うんうんうん、何かありました？面白いこととか、楽しかったこととか、こと、びっくりしたこととか、ね、先週のあの、のんのんの、すっごく面白かった、あの謎かけほど面白い話はできないけど、本当？本当嬉しいな。で、皆さんはね、あの先週ののんのんの謎かけ、すごく面白いと思ってたと思いますけど、やっぱそうだよね、とか。そうだよね。でね、ハードル上げていく、ね、次週の。じゃあ、マイマイは、なんか、今週の面白いプライドは、なんか、なんかいいことあった？面白いプライド。面白いっていうかね、最近ね、ダイエットをしていてですね。そうなの？していてとか言いながら、違うの、していて言いながら、甘いもの食べちゃってるんだけど、なるべく食べないようにしていってね。そうなのね。そう、我慢してると、どん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 、あれも食べたい、これも食べたいってなっちゃうの。それでね、いちごサンド、フルーツサンドって今流行ってて、いちごサンドが食べたいなーって思ってたら、この間降りた駅にいちごサンドが売ってるお店があって、運命じゃん。フルーツサンド専門店を見つけてね、でしかもね、ますます運命なのが、あのお店の名前がね、サンド太陽大地さんっていう名前で、太陽って名前がついてたの。私たちさんにピジャーで、しかもなんかロゴも太陽のデザインで、もうこれもうサニピリーダーの私が買うしかないじゃんってなって食べちゃった。ね、私も食べたいよ。そう、もうね、今度ね、買って持ってきた。太陽だけに100点。ごめん、私が気づかなかった分、私が気づかなかった分、100点にしました。ありがとう、嬉しい。面白かったか、皆さんにお任せします。美味しかった、そのいちごサンドは。美味しかった、すごい美味しかった。そう。でね、なんかそう、最近太陽のモチーフのものとかも好きで、今日つけてるイヤリングが、太陽のモチーフのイヤリングをつけてきたんですとかね。なんかやっぱ太陽とか月とか見ちゃうとね、確かに気になっちゃうんだよね。気になりすぎて。どうぞ。気になりそうって言ってね、はい、これはいつも通りなので、じゃあ3点はい、ということで、それでは私たちが紡ぐストーリー、最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴーファイオン、エイ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 オン。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。改めまして、こんばんは、菅野舞です。高岡のんです。まずはマネージャーさんから届いたメールをご紹介します。はい、こんまるね
ーム、キムさんからいただきました。ありがとうございます。かんまちゃん、のんのん、こんばんは。こんばんは。先日発売された声優アニメディア6月号の別冊付録、うん、アイドリープライド声優直筆データファイル読ませていただきました、うん、ありがとうございます。担当キャラクターのことを知れて、うん、そして声優さんから担当キャラクターへの愛情を感じる内容でした、うんうん、またこの付録の特徴は直筆なところですね、うんうん、文字の書体や大きさ、分量などなど本当に人柄が出た一冊になっているなと感じました、うん、皆さんはお互いに書かれたプロフィールをもう読まれましたか？読んでみての感想などお聞かせいただければ幸いです。PS 担当キャラクターへのメッセージってとても素敵な欄ですね。気持ちが熱くなりますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、ね、私たちね、直筆でメッセージ書かせていただいて、いただきました。私あれ初めてだった。あ、私も、うん、あ、初めてだった。一緒だ。嬉しい。なんか ね、うん、あ、なかなかさ、このキャラクターへのなんかお手紙みたいじゃないけどさ、メッセージ書くことないから、うんうん、すごい嬉しかった、ね、なんかそのアニメ収録終わってから書かせてもらったからさ、うん、こうあんなこともあったなみたいな思い出振り返りながら ね、書いてるみたい、楽しかった、ね、なんかあの私が笑っちゃったのが、うんうんうん、ナーズ佐々木奈緒ちゃんの、うん、あのキャラクターの好きなところを出た出た出た、あれこれって言っていいのかな、あの、なおちゃんじゃない、はるこさんの、そのボディの部分とお酒って書いてその二つをどんどん、本当に面白いあれさ、あの LINE グループでも話題になった、あの実際私たちがこう書いてくださいって言われて、うん、あのこう書くまでの間の時間にサニピンのねグループ LINE でもその話が出てたんですけど、そうあのこれ私書いて大丈夫かなみたいな感じでナウス言ってて、本当に書いてるっていう爆笑した。めっちゃ面白い、あれね、いいね、うん、え、ナウスらしい。さあ、あれは見た？私がさ、あのさくらちゃんに関してのさ、最初書いたんだけど、さっき私が冒頭でちょっと、なんか、あの、濁らせて言ったようなダジャレをね、実は書いていて、濁らせた？あれ、これは、あれそう、あ、太陽をね、用いたダジャレをね、あ、応援し太陽って書いていたんですけど、これは何点でしょうか？すごい！じゃあ、太陽のように合わせて44点！え、ということ、太陽の44ってことで、44点！おー、毎毎58点絶妙な数字、お互いに嬉しい嬉しい。ね、まだの方はね、ぜひ直筆プロフィールチェックしてください。はい、今日のメールはここまで。こんまるでは引き続き皆さんからメールを募集しております。はい、アイプラに関することはもちろん、うん、私たちの質問やメッセージなど本当にね、うん、何でも OK です。はい、もうね、あのしょうもなくてしょうがなくてしょうがになっちゃうぐらいの、おーすごい、ね、メールでも全然お待ちしておりますのでね、皆さん送ってください。44点、おー、いや、太陽のように合わせたはい、ということで、詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。はい、メールアドレスは pip@joqr.net pip@joqr.net です。いつでもお待ちしてます。はい、それではここで一曲お届けしましょう。はい、今夜はこの曲、星見プロダクションでファイオー未来オー。
続いてはこちら、グローイングプライド。芸事の世界に必要な三種の神器、一つ知識、二つ立ち振る舞い、三つ暗黙のルール。声優として業界を渡っていくために、私たちが対決で芸の肥やしをまるまる蓄えていきます。はい、今日までに記録されている芸事プログラムはですね、マイマイが4勝、ノンノンが2勝です。あれ、あれ、私たち肩並べてきたのにここに来てついに差が開いてしまった。やっぱ私がお姉ちゃんなのが皆さんにバレてきちゃった。みー、私もお姉ちゃんになるんだもん。なんだってなんだってなるんだもん。そうそう、それにしても、なになに、先週ね、先週は高垣あゆさんが来てくださって、ダジャレスキルがね、素晴らしかったですね。素晴らしかった。でね、のんのんがね、盆栽ということが分かって、そう、盆栽すぎてサボテンになっちゃうってね。あ、あ、お、それ聞いたことあるよ。あれ、あれ、あ、ちょっと古かった。3点。あ、ありがとう。ね、皆さんもね、まだ聞いてない方は。え、100点中です。100点中なのこれ。そうだよ。あ、5段階評価じゃないんだ。だって44とか言ったじゃん。なるほど。あ、そう、実は100点中です。そうだ、44。結構厳しいのにありがとうって言われたから、ちょっとびっくりした。あ、そうかそうか。いや、点数くれてありがとうございます。あ、嬉しい。3点3点。はい。ね、ということで、まだ聞いてない方はね、アイプラ YouTube チャンネルにね、この間のアーカイブもね、残ってますので、ぜひチェックしてください。聞いてください。ということで、でもって、本日習得する肥やしはこちらです。おしゃれなビジネス用語ドリル。はーい、ということで、メールを紹介したいと思います。こちらはコンマルネームプラスアイプラさんからいただきました。ありがとうございます。マイマイ、まいのんのん、こんばんは。こんばんは。僕はごくごく普通の会社員なのですが、最近ちょっとした悩みがあるんです。それは横文字のビジネス用語です。てんてんてん。なんでみんなフィックスとかマストとかコンセンサスとか使うのでしょうか。こういった用語を使われると、一回頭の中で意味を考えてから返事をするので、仕事ができないやつと思われてそうで、とても嫌です。いやいやいや、おしゃれだと思っているなら絶対勘違いだからなと思いつつ勘違いだからなと思いつつ、普通に使えるようになった方がやりとりが円滑なので、ぜひ二人にもビジネス用語を学んでもらいたいと思いました。ということで、そうだね。ビジネス用語、私たちはね、そんなに、ね、あ、でも、あれだね、声優さんの業界用語的な意味では、カタカナ横文字言葉あったりするよね。確かにありますね。なんかそれこそ、Q 振りますねとか言われるけど、私最初、この活動を始めた時に、なんで8じゃなくて9なんだろうって思ってて。そう。8じゃなくて9、どういうこと？そう。なんか、あ、数字の Q 振られるんだと思って、そうそう、Q か。めちゃめちゃローテンションじゃん。いや、ちょっと待って、今ね、頭の上でハテナがね、いっぱいあって、何も分かんなかったの。そう、当時のね、私の中学1年生ぐらい、高岡のんさんはね、急に頭の中ハテナになってたんですけど。じゃあ私も今、そのノンノンの気持ちだったんだね。前前がハテナになっちゃったっていうことね。なっちゃった。今ではね、私たちももう、わかりますし、ね、いろいろ、これからもね、ビジネス用語学んでいきたいですけれども、こちらはですね、ルール、クイズ形式で出題されるビジネス用語を、どちらがより正しく理解できているか、正解数を競います。なるほど。はー、頑張りましょう。横文字、頑張るぞ。お、あ、ごめん、全然大丈夫。一瞬意気込んで喋るとき全部ダジャレだと思って、多分今聞いてる皆さんも、あ、ダジャレ来る、ダジャレ来るって思ってたと思う。最近めちゃめちゃよく言われるんですけど、なんか普通のこと言ってても、え、今のどこかかってたって言われるんですよ。そうそうそう。私さっきもね、ハテナ浮かんだときそれだったの。なんかダジャレ言い出すじゃないときもね、あるんだね。3秒に1回ダジャレ出すように出した方がいいのかな。ちょっとじゃあ頑張ってもらって。それでは、じゃあ、おしゃれなビジネス用語ドリル、スタートです。はい。まずは、第1問。はい。ファクトベース。ファクトベース。ファクトベース。初めて聞いた。ね、私も初めて聞いた。なんだろう。なるほど。じゃあ、これをね、考えて、考えましょう。いきたいと思います。ファクト、ファクトベース。ファクトか。ファクトってなんか聞い、一回は聞いたことある気がする。ファクト。なんだろう。ベースは、なんか、ベースみたいな。え？
それは楽器のベースだよね。ね、そうだね。パクト。パクト。お、よし、オッケー。このはオッケーです。あ、じゃあ、のんのんもオッケーです。よし、じゃあ、はい、せーので答えましょう。せーの。楽しく行きましょう。事実に基づいていること。じゃあ、マイマイ、なんで、飲むから、どうぞ。私は、事実に基づいていることを、あ、すごい。なんか、それっぽい。なんか、ファクトって実際に、うん、みたいな意味だから。うわ、すごい出た大学生どういうこと、すごい。でも、ちょっと真面目にね、うん、こう、事実に、ベースで基づいた、うん、実際にあったことをベースにしたこと言うのかなと思って、すごい、聞いてくださいよ。先週、卵焼きを作ったんですけど、あれって、ファクトベースから言うと、卵からできるんですよねみたいな感じで使うのかなと思って、そうそうそう。すごい、かっこいい。マイマイは、私はあれなんて言ったっけ、うん、あ、そう、楽しく行きましょう。違う、聞いてください。聞いてね、聞いてね。聞く。ファクトって、うん、なんかファクトリーって言葉がまず出てきて、ほなんか工場になっちゃう。ファクトリーって工場？工場。うわ、やべえ。あれ、なんだと思って。なんか、ファクトリーってなんか、遊園地みたいな楽しい世界みたいな。なるほど、でも確かに工場って楽しいものを生産してるから、そう、もうそういうことだよ。で、その、うんうん、ベースは、その、うん、楽しいままで行きましょうみたいな。なるほどね。そうだから。これは前は正解かもしれない。このまま、ファクトベースでラジオ頑張りましょう。あ、でもね、なんか意味的には通じそうですよね。ファクトベースで頑張っていこうみたいなね。優しいよね。はい、ということで、じゃあ正解を発表したいと思います。お願いします。正解はこちらです。あ、答え、事実を元にした考えのこと。すごい。え、マカちゃん。待って、待ってた。どんどん正解。なんか例えで言うならば、うん、想像で夢を膨らますのはさておき、そこはファクトベースで話を進めましょうよっていう感じで使うらしいです。でもなんか例文はちょっと違うような。そうだね。さっきの卵とはちょっと違うけど。ね、卵かけご飯は卵からできるみたいなね。まあまあまあ、でもね。まあまあまあ、意味的には。ほぼ合ってる。すごい。さすが。で、この間さ、のんのんがさ、大学今、英語一番頑張ってるって LINE で言ってたじゃん。だからやばい、この勝負ちょっと負けそうな、カンヌ負けそうな気がして。いや、そんなことない。私も英語一番苦手だ、教科だから。いや、頑張らなきゃ。はい。はい、続いて第2問。はい。コアコンピタンス。はい、はい。コアコンピタンス。かわいい、なんか。コアコンピタンス。コンピタンス。なんだ？これ、どこもわかんない。コア、まず、コアとコンピとタンスなのか。あー、コアコンピ。コンピ、コンピ、タノピ、サニピみたいなタンスってこと？すごい。あー、なるほどね。え、待って、ちょっと紛らわせない。まとわせないでよ。ちょっと、コンピしか頭ない。え、コア、コンピタンス。なるほどね。え、わかる？おー、わかるわかる。え、すごい。わかるわかる。え、ほんと、どっちそれ？いや、わかるよ。コアコちゃん。コアコちゃん。コアコちゃん。コアコピ。コアピ。コロッケか。やばい。シンキングタイム終わったから。シンキングタイム終わりだって。わかった。行こう。じゃあ、せーので言いましょうか。はい。せーの。コアのコンビのダンス。事故ってる。待って待って待って。え、前々何て言った？私何て言ったかな。コアな、タノピー、タノピー世界みたいな。違う。まあ、例文を言うと、あ、例文っていうか意味を言うと、コアってなんだっけ、珍しく楽しい世界。珍しく楽しい世界。なんだろうな。ちょ、ユニークな、珍しい、ね、神秘的な世界みたいな。じゃあなんか日常生活では、例えばどういう感じで、そうだね。私、妖精のマイマイコアコンピタンスから来ました。国名だったのね。国名だったのね。そんな感じです。なるほどね。世界そのものっていうことで。はい、そうだね。何のはどうですか？私は、コアラのコンビのダンス。うんうん、おーね。ね、やっぱり、最近は、なんか、もう、イニシャルっていう、なんか、1文字目の頭文字を取って、
って、うんうん、なんかね、あの言葉続けるみたいなの流行ってんのかなと思って、コアラコンビダンスがだんだん変わってきて、うん、コアコンビダンスみたいな感じになってったのかなと思って。そんなコアラのダンス流行ってるの今。いやー、高尾さんの中で流行ってるよ。高尾さんの中でよ。例えばね、こう、動物園に行きました。はい、あ、見て見て、コアラいるよ。うわー、これコンビダンスだねって言って。ちょっと言い方だけ。そうそうそう。そうかな。いいですよね。そうかもしれない ね。なんかそう思ってきた。あるある。はい。じゃあ正解を。はい、じゃあ正解をね、言いますね。コアコンピタン、コアコンピタンス。答えは、企業にとって一押しの強みのことです。でもなんか前々はさ、結構、あの、楽しいを押してたじゃん。うん、やっぱ企業って楽しいことをさ、押すといいかなって思うから。確かに。しかも ね、今なんかね、コアラって可愛いし、そうそうそう、癒しが流行ってるから、なんか一押しだよね。おうち時間の癒しみたいな感じでね。いいかも、これは。これ正解なのでは？あ、ブブって言われた。2回言われちゃいました。まあ、例えばですね、アイプラのコアコンピタンスは、新人アイドルたちがライバルと共に切磋琢磨していくストーリーにありますね。なるほどね。使うらしいですね。あー、コアコンピタンスね。でもさ、どこがそのコアコンピタンスなのかわかんないね。コアっていうのは中心っていう意味らしいです。あ、コアってその珍しいの方じゃなくて、うんうん、中心の、レアね。うん？レア。あ、コア、レアが珍しいだって。あ、そうなんだ。レアが珍しいで。なんかコアなものってなんか珍しいかと思った。確かになんか結構ね、うん、日常生活で、あ、コアだねとか言うもんね。間違ってるのかも、それが。確かに。なんか日本語の勉強になった。ね、あ、日本語なのかわかんないけど。日本語じゃないけど。なったかも。そうなんだ。うんうん、コンピタンスは、じゃあ、企業みたいなことなのかな。あ、カンパニーってこと？強い。能力だそうです。能力、コンピタンス。あ、強い能力。コンピとタンスで分かれてないってことか。ね、コアコンピタンスなんだ。なるほどね。いやー。初めて知った。いやー、これは勉強になっちゃう。グローミングしちゃう。はーい。はい。ということで。はい。あ、おしゃれなビジネス用語ドリルはここまでです。うん、結果は、マイマイ0問正解、ノンノン1問正解というわけで、この勝負、ノンノンの勝ち！いや、やっぱりね、あの、ファクトベースで世の中進んでいくのが、なんかすごいいいと思うんですよね。あー、すごい。私としてはそれがコンピタンス、あ、コアコンピタンスですね。あー、じゃあ、ノンノンの、そのコアコンピタンスはやっぱり、ビジネス業界用語が強いところですね。うん、そうですね、うん。皆さんも使っていきましょう。そう、使って、ファクトベースしましょう。コアコンピタンスタンスタンス。イェイイェイイェイということで、ビジネス用語おしゃれだったかな。で、まあ私たちがね、言いたいのはもうビジネスマンの皆さん、本当にお仕事ご苦労様です。ご苦労様です。ところです。はい、今日の結果、芸事プログラムに溜まった勝率は、マイマイ4勝、ノンノン3勝になりました。どん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 追いついてきた、うん。はい、次回もプライドをかけて芸を磨いていきましょう。はい、以上、グローイングプライドでした。あの、もしもし、マネージャーさん。待ち合わせ場所に着いたんですけど、姿が見当たらなくて。パン屋さんの前にいます。え？私、間違えてましたか？はい、はい。え？後ろですか？お送りしてきました。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、エンディングのお時間です。はい。今日のコールフルムは、こんまるネームタコスケさんからいただきました。ありがとうございます。え、ちょっとこれ聞きたいんですけど、はい、あの、ちさちゃんは何が起きたんですか、これ。いや、なんか、あの、このね、台本とかいただいたものには、うん、後ろですか？あーしか書いてなくて、ね、そう。でもちさちゃんって、あの、ホラー映画とかが好きだから、やっぱりなんかずっとね口に出して言ってると実際に、うん、あのお化けも出てきちゃうんじゃないかというねそういう
あの設定にしていました。なるほど。じゃあ、うん、マネージャーさんがお化けと思われちゃったっていう。そう、あ、そう、そう、そうっていうのも、そうっていうのもあれだけど、ね、もしかしたらもう一人のマネージャーさんがね、いるのかもしれないですね。怖い。怖い。怖い話だった。もうすぐ夏が来ますね。ということで、はい、ここでアイドリープライドからお知らせです、うん、テレビアニメアイドリープライドブルーレイ &DVD 第2巻が好評発売中です、はい、今回のパッケージイラストはサキ、チサ、スズ、シズクの4人、うん、全3巻をお買い求めいただくとご応募くださった皆さんを漏れなくご招待するオンラインイベントが予定されております、はい、詳しくはアイドリープライド公式サイトをご覧ください。はい、また6月1日火曜日から26日土曜日までアイドリープライドポップアップストア東京アニメセンター in DNP プラザ渋谷が開催されます、はい、アイプラグッズの販売のほかパネルやキャストが着用した衣装の展示も行われます、うん、お近くに来た際はぜひお立ち寄りください、はい、なお緊急事態宣言の期間延長や要請内容により開催期間の変更や中止の可能性がございます。お出かけ前に一度東京アニメセンターのウェブサイトをチェックしてください。はい、ということで、うん、さて、こんまる第9話、はい、マイマイどうでした？楽しかったけど、今週はね、あれだね、あの、ビジネス業界用語を覚えたんですけど、あの、なんとかんのもう忘れました。なんと高尾もう忘れました。なんだっけ、ピンクコアラダンスだっけ。じゃあ、タノピダンス、サニピーダンスだよ、確か。あ、じゃあ皆さん、もう気分上げたいときはサニピーダンスということで、うん、そうだね、サニピーのダンス踊りましょう、うん、踊りましょう。はい。ではでは、今日はお別れです、はい、アイドリープライドこんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は川崎桜役菅野舞と白石千佐役高尾香音でした。マネージャーさん、来週もこの時間は私たちとこんばんはしてくださいね。